南知多ビーチランドで大人気のイルカショー。これまで4頭で行ってきましたが、あさってからはなんと過去最多となる7頭のイルカによるショーが始まるんです。その迫力のパフォーマンスが今日一足先に公開されました。30年の歴史がある南知多ビーチランドのイルカショー。息の合ったジャンプに見ている子どもたちも大興奮です。最年長イルカは40歳の大ベテランなんだそうです。こちらのペンギンは飛び箱に挑戦。よいしょ、無事成功。お客さんが参加できるパフォーマンスなどもあり、子どもたちも楽しめるイベントとなっています。このイベントはあさって土曜日から7月3日まで行われます。